皆さんこんばんは、よくおまん普通でございます。今回ですね、ここはちょっと僕の親が、まあなんだ、荷物とかある部屋なんで、いつもとちょっと違う部屋なんですけど、今回ですね、僕の部屋にあるものを作ったので紹介します。では今から行きましょう。久々にやりました。こちらが僕の部屋です。じゃあドア開きます。で、僕の部屋はあるものに変わってしまいました。まあちょっとだけですけどね、リアルでもないんですけど。はい、一見普通の部屋です。しかし、ダーンとあるものがありました。実はこれ、ちょっと自分で作ったんですけど、カーテンですね。もっとしっかりしたので作りたいんですけど、時間なかったんで適当に作ったんで、結果、このような安物になってしまいました。ちょっと緩んじゃったんですけどね。こういうビニールなんとかみたいなのに すいません。洗濯バサミを3つつけて、こういうふうにやってみました。で、ここ開けてみましょう。開けますとなんとこのように運転席になってます。これは自分の机の椅子なんですけど、この引き出しをうまく利用して、このマスコンを置く部分にしました。で、電子でこのマスコンです。BVE のシミュレーションのやつです。今回新たにダウンロードした関東鉄道も入れたんですけど、今回は流山電鉄ってやつで、流山鉄道なんだっけ、電鉄の西武車両とかいうやつ、もっと西武みたいな、そういうやつを入れてみました。今回は運転はいたしませんが、伊勢急って書いてあるのは自分の作った架空の鉄道会社です。マスコンで動くようになってます。今回ツーハンドルです。いつもワーハンなんですけど、このようにツーハンで動かすことができます。で、ここはちょっと運転席風にしました。クオリティは非常に低いですが、ちょっとやってみました。ちなみにパソコンをちょっと高くしております。見やすいように。で、このプラレールの地下鉄を利用しております。で、全体を見るとこんな感じとなっております。ちょっとした遊びで、運転気分を味わいたい分にはいいと思います。そんなリアルにある必要もないなら、僕はこんな感じでいいかなと思います。これで結構遊べます。汚い。横はこんな感じで結構仕切ってあります。囲ってあるって見えませんね。ちょっと秘密基地的な感じにしてみました。で、ここ開ければ、世界が元の世界です。ここに入れば運転席つうな感じですね。ちなみにこの段ボールをここでただ押さえてるだけです。今回はちょっと簡単な説明でしたが、運転席を作ったということで、クオリティが低い、非常にね、クオリティが低かって、もう申し訳ないんですけど、こんな感じでちょっと運転席の紹介したいと終わりたいと思います。では皆さん、本日ご視聴ありがとうございました。この自作の運転席を利用して、いろいろ作っていきたいと思います。動画をね、それでは終わります。